ゴールドディガーニュースインニューヨーク。はい、どうもカッパ園長です。さてと、じゃあまあなんかね、仲良く手つないでね、毎日なんかあちこちデートしてるんだって。この画像なんか見たことあるやつもいくつもあるんだよな。だからまあ、いわゆるこの直近っていう感じじゃないのかな。まあいつも通りこのね、英国のこのデイリーメール発信のね、なんかこうニュースらしいんですけども、まあなんかアメリカニューヨークで暮らす小室真子さんと、弁護士資格の取得を目指す夫の K さんとね、K さんついでか手つなぎラブラブデートの様子を報じていると。まあそれは手ぐらいつなぐだろう昨年5月と、今年2月と2度を続けて司法試験に不合格だった K さんは、来月下旬に3度目の挑戦を目指しているが、今も真子さんに愛されているように見えると、ね、デイリーメールは言ってると。2回滑ったからそろそろ愛想つかされてんだろうって思ったのかなまあどうだろうね。この2人じゃなくて一般的にはそもそもそんな、なんか司法浪人中、ね、仕事もしていない間に、ね、結婚する人が果たしてどれだけいるか知りませんけれども、まあでもなんとなくですけどもね、なんとなくですけど、このね、小室圭さんは相変わらず、むしろなんかこのね、もうなんかね、弁護士なんか、ね、なるつもりがないんだぐらいのことをもう隠さなくていいんだみたいな、なんかこの吹っ切れちゃった感がありますけど、なんか真子さんの方はなんかあんまり表情優れないような、なんだ弁護士になれねえのかよこいつみたいなそんな風にも見えなくもないんですけどね。なんかディガーさん的にはもうなんか、いやもう弁護士いいっしょみたいななんかいろいろバレちゃってるみたいだし、ね、うん、花から働く気なんかねえんだわみたいな、ね、仕事なんかあってもなくてもっていうか、なくて全然構わねえんだわっていう、そういう調子でしょ、うん、まあとりあえず一応ね、まだこの3度目の挑戦まではなんかそういう予定がね、この組まれてるね、そういうことにされてますからね、でも勉強してるように見えなくないかね、カーキ色のロングスカートに黒のトップス、マスク姿の真子さんとブルーのシャツにスーツ、仕事用のカバンを手にした。仕事用のカバンなのこれ、いつも言われてるけど、ノーマスクの、K さんが手つないで仲もつまじく歩く写真を掲載していたと。で、K さんはトレードマークのポニーテールも健在で、真子さんは高級食料品店アーミッシュマーケットの、大きなエコバッグを肩にかけてると。で、まあ、デイリーメールによると2人は23日ミッドタウンで手つないで仲良く歩いていたといい、じゃあこれ直近の話なのかな。23日だとそんな昔じゃないね、うん、ついこの間か。K さんの勤務する弁護士事務所が近いことから、出勤前のひとときを一緒に過ごしていたのかもしれないと。弁当受け取りに行く係、忙しいからね K さんと別れた真子さんはその後一人でアーミッシュマーケットに立ち寄って買い物する姿も見られたっていう、そういうことらしいんですけどもね。へえ。まあ最後のなんかね、この一人で買い物ぐらいできんだわみたいな感じでうん、なんだよパパラッチうっせんだわみたいな感じの真子さんがちょっと印象的ですけどもまあもう毎回このね、ディガーニュースの時言ってますけどね、まあ、家賃50万の暮らしをね、この無職のままどうやって続けてんだよって、そういう話じゃないですかね。うん、だからこのね、もういい加減ほっといてやれよっていうこのコメントを、うん、まあちょいちょい来ますけども、未だに、うん、いやいやそういうわけにはいかないですよね、うん、だって無職の税金生活ですよね、うん、ロイヤル生活保護夫婦ですから、とんでもない話ですよね、うん、まあだから手つないでその辺ほっつき歩くのは別に好きにすりゃいいんですけどもね、うん、仕事もしないでね、この税金におんぶに抱っこで、ね、家賃からして50万超えるような部屋でね、うん、ロイヤル生活保護、そんなのね、許されてはいけないですよね、本当はね、うん、だってほら無職同士で本当なら生活の危機どころじゃないですよね、うん、大ピンチ、窮地に陥っていておかしくないはずなのにこれもう何ヶ月目、11月11、12、1、2、3、4、5、6、
ね、もう新婚旅行、ニューヨーク新婚旅行8ヶ月、ね、もう9ヶ月目に突入する感じですよ。余裕っすよね。それは余裕ですよ。うん。ね、いや、無職とか言うんじゃねえよと。ね、弁当受け取る仕事してんだわ、みたいな。なんかちょっと前にね、このなんかデイリーメールに撮られた写真でさ、ね、なんかこの口開けてさ、なんか叫んでそうな、生きってるなんかそういう写真あったじゃないですか。あんなのもさ、もうヘイ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 って、ね、愚民どもがギャー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 うっせんだわ、みたいな。そんな風に言ってるようにしか見えないですよね。まあ言うだろうね。だって金の心配いらないし、ね、働く必要がそもそも最初からないんだし、うん。もうそろそろいい加減この程度の記事はさ、ね、飽きるよね。うん、なんか違う展開がそろそろなんか欲しいとこだよね。うん、まあただだん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 さ、ね、去年ぐらいまではね、このデイリーメールにこの写真撮られてね、まあ二人写ってる時のこのマコさんも去年ぐらいまではね、結構笑顔が弾けてるみたいな、この開放感とともにね、日本をこの飛び出し、皇室飛び出し、日本を飛び立って、で、ニューヨークに降り立った直後はさ、すごいなんかもう弾けた、もう開放感。ね。そういうなんか映画よく撮られてましたけど、今年に入ってから、だからもうあれでしょ、うん、試験にこの一回滑りの、ね、二度目も滑りのあたりから、ちょっとなんかこの突撃のじゃないですけどね、この滑りの滑りので来てるから、ね、次ももうなんかこう難しいのみたいな。うん。やっぱダメか、こいつ、みたいな。そもそもがだって一応この設定、シナリオ通りで行くとさ、ね、このニューヨーク、ね、日本以外のアメリカ、ニューヨークでって言い出しっぺは、ね、このマコさんだってことになってたからね。うん。だからその夢を、ね、このなんかこうディガーさんはこの、その、ね、この、こ、なんだろう。あ、答えられなかった。今のところ答えられてないわけだからね。うん。だがもうだん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 今年に入って、このマコさんの方が憂鬱そうに見えるのがちょっと笑っちゃいますけどもね。うん。さて、あとはもう子供ですけどもね。どうすんのかね。今のところね、この稼ぎが多い少ないっていうよりも、仕事もしてないうちに、ね、うん、なんか子供先に作るとか、そこまで行っちゃったらさすがにもうただのね、このなんかもう、もうポンコツもポンコツ、ただのこのアホボンですからね。うん。まあ一応、でもどうだろう。まあ一応まだなんかそういう話は出てきてないからね。うん。最低限の良識。良識っていうのかな。まああると判断できるのか、ちょっと微妙ですけども。まあ何にせよ、ね、もう間もなくあと1ヶ月。いや、あと1ヶ月でしょ？ね。うん。試験までさ。ね。もう危機感ゼロはさすがですよね。もう確実に。ね。もう眞子さんとね、婚約して結婚した時点で、もう人生勝ち組というかイージーモードですからね。夫婦揃ってイージーモードなんで。うん。ロイヤル生活保護はもうね。うん。ね、我々一般日本国民、一般社会人はね、今度の選挙でね、もうどこの誰に投票しようかっていう。ね。うん。もう関係ないんでしょうね。興味もないだろうね。うん。とりあえずなんかこうね、税金使って贅沢三昧。うん。ロイヤル生活保護があるから、もうどうでもいいんだろうな。ほんと。やってらんねえな。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。